はい、じゃあ、亀岡です。今日はですね、えー、6月23日、水曜日のですね、注目株、注目銘柄についてお話していきたいなと思っております。で、昨日ね、大きく急落をして、えー、1000円近く下がりましたよね。まあ、あのー、途中戻しましたけども、で、今日はね、えー、まあ、ほとんどそれをね、えー、まあ、言ってこいで、えー、大きくね、上がるという展開になっています。で、ま、あ873円高ということで、 まあね、僕の、まあ、保有株もね、えー、ほとんど戻しましたね。あの、特にまあ、バリュー株持っていたので、えー、まあ、ほとんど行ってこいみたいな形になって、まあ、傷がかなり浅くなりました。まあ、利確も進めていたので、まあ、そういった意味ではね、えー、まあ、今後については、まあ、あの、現金化をしているので、下がったところはね、 ちょっとセクターローテーションを変えてね、えー、まあローテーションを変えて、えー、まあ下がってるところをね、追撃買いをしていきました、今日ね。あのー、で、まあ今後ね、1週間、2週間、3週間、まあ、営業日なのでね、1ヶ月ってなると、まあ、営業日にすると、だいたい16日から18日ぐらいのね、間で、まあどん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 ね、えー、安いところは買っていきたいなっていうのが僕の戦略になります。もちろん、 当たらなかったらね、損するので、あとは皆さんのほどね、考えとか、まあ相場感でね、えー、まあそれはね、判断していただきたいんですが、まああの、ゴールドマン先生とかね、いろいろまあ、あの、ヘッジファンドとか、まあ大口のね、ニュースとか見ていても、まだまだね、なんて言いますかね、えー、買い方にさせたい、そんな流れを感じるんですよね。まだ相場は続きますよ、とかね、まだバブルは終わっていないですよ、みたいな、そういったニュースをね、出してるってことは、まだね、 まだ儲け足りないんじゃないかなと。まだ買いでね。まだか空売りの準備ができてないんじゃないかなっていうのが僕の見立てなんですよね。もし空売りの準備ができ,できてきたら、その時点でね、手のひらを返してくると思うので、ついね、えー、前の番組でも話しましたけども、えー、ゴールドマン先生ね、えー、何て言いますかね、アメリカの株はまだまだ上がりますみたいなニュースを出してきますよね。まあ、これを流れはね、えー、まだ上げていきたいんだと。そういうふうに感じますよね。それから日銀ですよね。えー ついにね、えー、日銀法を打ち出してきたので、このタイミングの日銀法っていうのは、相当有効なんじゃないかなと思いますね。打てーみたいなね。まあそういった、あの、大きなね、えー、まさにヤマトの巨峰みたいなね、えー、流れを感じますよね。まあずーっと引き付けてね、引き付けた上でのカウンターなので、こういうのは一番実は効くんですよね。ちなみに僕ね、よく、あのー、 戦士ものね、映画見るんですけども、アメリカとね、あの、日本の最大のね、その戦士映画の違いっていうのは、アメリカっていうのは引つ、引き付けるとき、引き付けてるときって、黙れってやりますよね。あの、こうやって隠れながら。黙れってやってるときって、司令官って、絶対に音を立てないんですよね。喋んないんですよ。これ、本当マジな話なんですけども、まあ、戦士好きなね人はね、わかると思うんですけども、喋るなっつってこ、こう、目で合図しながら、絶対に部下に喋らせない、喋らせないんですよね。でも、日本の映画って違うんですよ。 司令官が一番喋るんですよね。黙れーみたいな。動くなーみたいな、ね。まだだーみたいな。まだ出るなーみたいな、ねい。お前が一番喋ってるだろみたいな。まあ、下手するとね、戦国時代の映画ぐらいにな,るっ,てなってくると、馬で走りながら、まだだーみたいな。引きつけろーみたいなのがやるわけですよね。お前が一番目立って、お前が一番 <laughs> 見つかるからみたいな。まあ、そんなことが結構ある。これ日本とね、アメリカ映画のもう戦士物の最大の違いですよね。僕結構見るので、 なんでお前喋んだよみたいな。俺が、俺がうち殺そうかぐらいの、あのまあこれ言葉使うともしかしたら YouTube 先生になんか引っかかりそうなので、まあやめてくれみたいな。喋んないでくれぐらいのね、話ですよね。まあ、そういった意味ではね。 えーまあ、日本とアメリカのその違いって結構大きいんじゃないかなと思いますが、まず、あ、ーズもね、えー、今日はひたしひしく上がっていますということで、まあ、この後どうなるかってことですけども、まあ、過去の、ねえー、バーナンキショックの時は、まあ、2週間ぐらい、ねえー、相場は荒れて下がっていったので予断、まあ、は許さないんですけども、まあ、皆さんも、ねえー、そういった意味では、えー、気を引き締めておいてほしいなとは思っております。で先物も,のも、ねえー、ニューヨークダウ先物が、まあ、下がってますので、えー、明日は、ね、下がって始まる可能性が大きくあるんじゃないかなと思っております。 これらを踏まえてね、えー、引け後に広くね、一般に公示されたニュースや材料の中からですね、今日も、まあ、えー、と注目に、ね、値するものだけをピックアップしてお届けしたいなと思っております。ただね、えー、技術の習得を目指す番組になっておりますので、その点だけは、えー、ご了承ください。それでは行ってみましょう。まずはね、日産ですね、えー、やっちゃえ、日産ってことでね。 えー、まああの、ずっとお届けしてますけども、ずっとお届けしてるっていうかね、えー、このフレーズ結構使ってますけども、えー、3年連続でね、赤字になる可能性があるってことで、まあ必ず回避したいってことを社長がね、えー、総会で発表したってことになってますが、まあ日産ね、えー、今ここ、なんて言いますかね、 あの試されてますよねなぜかというと、まあ,あの、ゴーンさんをね、追い出してそろそろ3年、4年経ちますが、結局ここで3年連続赤字になると、やっぱりゴーンさんじゃなきゃダメだったじゃんってことになると思うんですよ。さすがにですよ。あの、やっぱ結果が全てなので、経営はね、あの僕も経営者、えー、15年以上やってますけども、やっぱりその赤字を3年続けて4年目もねあの、もうダメだったってなってくると、全てリーダー、経営者の責任なので、それなんと言ってもね、いくら市況がダメだったとかね、 言っってもそれはまあやっぱりダメですよ言い訳通用しないのでそういう厳しい世界なのでちなみに株式投資をやるってことはつまりオーナーになるっていうことなので経営者になるってことなんです経営者の一員になるってことなので厳しさは全く同じですよねなのであのいやこれ全部他人のせいだからとかね、えー、全部あの株棒に書いてあった通りにやって負けたんだよって言ってるうちだとやっぱそれは経営者とオーナーとしてはねちょっと半分失格なのでなかなか株で勝つようにはならないですよね、まあ、そういった意味では、えー、まあ ゴーンさんがね、去ってから3年、4年目になるんですかね。えー、今ね、一番そういった意味では試されている時だと思いますが、やっぱゴーンさんの時と何が一番違うかって言ったら厳しさですよね。あのー、顔の表情とかに出るんですけども、例えばね、えー、ゴーンさんがやった日産リバイバルプランっていうのがあるんですけども、これどういうことかというと、まあ2000年からね、始めたんですが、当時日産はひどい状況で、もう赤字、もう常に赤字、今みたいな状況だったんですよね。で、そこにゴーンさんが送られてきて、 何をやったかというとまあ、コミットメントですよね。絶対にやり、絶対によりとやり遂げる言い訳は認めないで。 でもし達成できなかったら、自分はシリーズオフみたいなことの、いわゆるコミットメント、明言をして、で、まあ、えー、まあ、黒字化を達成するのはそうですけども、まあ、えっ、ー、と、営業利益も4.5%以上と。で、えー、まあ、ユーレシ債を、まあ、7000億円以下にするみたいなことで、えー、目標をちゃんとね、立ててやっていたと。当時ね、ゴーンさんが言ったのが、その、日本のね、えー、悪式、まあ、風習として、誰も責任を取らないということを確か言ったと思いますね。 で、あの誰も計画を立てても、それを、何て言いますかね、責任を持ってやろうとしないと。で、まあ、そういったところの悪しき習慣を、まあ、ゴーンさん一つ一つ排除していって、君がやるんだと。君がやんないで誰がやるんだみたいな。で、責任は俺が取るみたいなことをやったんだと思いますけど、ね、最終的には俺が取る、俺が取るからやればいいみたいな。で、俺がね、もしダメだったらどうせ知り解くだけだからみたいな形で、一個一個やっていったのと、結構痛みを伴う、その改革をやってきましたよね。例えばどういうことかというと、 取引先をですね、今まで10社、まあ、まあ、あの、均等配分ですよね。まあ、日本のいいとこでもあるんですけども、まあ、すべて痛み役でね、えー、10社すべての取引していたところを、まあ、下請けはきついですけども、まあ、あの、例えば鉄鋼とかね、含めて、えー、もうスチールは、もうこの3社としか取引しないと。残りは、分かりやすく言うと排除するみたいな形でね、えー、その取引先をもう絞って、そことの優先取引をする代わりに、まあ、え、安く。 ー仕入れるみたいなことをやりますよね。それから、やっぱりそのリストラを進めていきましたし、えー、あと、新車の数を絞りましたよね。まあ、いろいろそういった、まあ、あの、経営判断と、まあ、あの、痛みを伴うね、改革を行うことによって、ただ、まあ、リーダーはやっぱ結果が全てなので、まあ、あの、結果だけを見れば、もうこの赤字を、もう翌年ぐらいからはね、えー、まあ、プラスに転じていか、生かせることができましたし、まあ、負債もどんどん減らして、 確かね、えー、計画の1年前倒しで、す、え、べ、ー、てのね、えー、コミットメントは達成をするっていうことをやり遂げたんだと思いますね。これで評価をされて、まあ、ゴーンさんっていうのはね、えー、その後ずっとね、ルノーも含めて、えーまあ、トップに、えー、居続けることができたというのがありますよね。で、このゴーンさんを見てるとね、えー、僕なんかはやっぱりこのジャック・ウェルチですね、ここを研究したんじゃないかなというのが、 まあちょっとね、感じるところがあります。直感的にね。で、やっぱり経営の、なんて言いますかね、カリスマとして言われるのは、まあ日本だとね、えー、松下さんですけども、まああの、どちらかというと世界的に言うと、まあ、ジャック・ウェルチですよね。えー、これは、なんて言いますかね、リストラを、まあ、中心に行って、まあ、厳しい、まあ、判断と、集中と選択によってね、会社を存続させると。で、やっぱりね、そういった形で、まあ、アメリカ型、欧米型とも言えるんですけども、 まあそういった形で、まあ痛みを伴う代わりに、絶対に、えー、なんて言いますかね、成長させるとかね、絶対に目的は達成させるというやり方をジャックさんはやってきたんですよね。で、あのね、ジャックさん、例えばなんて言いますかね、あの、まあ、えー、すごくなんて言いますかね、まあ、嫌われもしたんですけども、こういうこと言ってますよね。変化に手を貸そうとする者はいないみたいな形でね。まあ変化をね、常にこう求める人間に対しては、まあ、周りは厳しい。 っていうことを言ってきますよね。で、まあ、集中と選択をして、えー、例えばね、再建化、閉鎖化、さもなきゃ売却かみたいな形で、まあ、売却もどん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 していくわけですよ。僕なんか、例えば YouTube やってるじゃないですか、まあ、20万人達成、来年までにしろって言われて、え、こんなに頑張って難しいですよ。いや、やらなきゃダメだっつって、例えば来年になってね、20万人達成しなくて、18万人だったとするじゃないですか。わかんないでしよ別にそこ目指したわけじゃないんですけども、そうしたらもうやめろ、みたいな。 もうあの、この事業は閉鎖だって言って、閉鎖されちゃうわけです非常に厳しいですよね。ただからそうしないと、会社はね、存続が難しいということでやっていったのが、まあこのジャック・ウェルチさんであって、それをたおそらく模範したのがおそらくゴーンさんじゃないかなと思っております。だからそういった意味では、ね、今進化取られて、ま、問われてますけども、一年チャートで見ると、日産自動車はね、えー、一旦まあ700円ぐらいまで上がった後、まあ608円ぐらいですかね、えー、また下がってきてますし、 このままね、赤字が続くんであれば、さ、え、ら、ー、なるこの、まあ、下落も、まあ、やむなしのところにあるのかなと思いますし、まあえー、5年チャートで見ていただくとね、えー、まだまだその前回高値に比べてはね、低い位置にありますので、さてどうなることやらということでね、まあ、あの研究材料とですね、えー、お届けしております。で、次はね、ローソンですね。こちらもね、えー、まあ、セブンイレブンに次いでファミマに、ついに抜かれたと。これ日版なので、おそらく日売りですね。1日の売り上げってことになるんだと思いますが、 で、まあ、あの、3位定着論ということでね。まあ、ローソンもね、えー、長らく、まあ、セブレブンのね、画像を崩すんじゃないかって言われてきましたよね。まあ、あの、非常に、あの、強かった時期がありました。ただね、あの、ナチュラルローソンとかね、いろいろやってきたんですが、ここに来てね、まあ、あの、目立ってないというのが、まず最大の原因なんじゃないかなと思います。で、このキラーコンテンツって考え方が、マーケティングとかね、経営の中で終わって、要はね、 何か一つ目立たないと全てがね、何、えーまあ、あて言いますかね、こう均一にされてしまって何も残らないっていう考え方なんですよね。で一つのことを目立たないとあのやっぱりこう PR もできないですマーケティングもやりづらいですし人の印象にも残らない。そこに行く。 理由も出てこないですよね。この指名検索をする。例えばネットで指名検索する。そういった理由も出てこないってことなので、今のローソンをね、僕がマーケティングとかのコンサルティングとか入ったりとか、仮に僕はね、絶対ないですけども、上岡あの、なんか YouTube も頑張ってるしね。あの、なんかセンスありそうなので、あの、ローソンの経営者として迎え入れたい。あの、まあ、まあ、年俸1億ぐらいでいいですかって言われたら、まあ、行くと思いますけど。<laughs> そうしたらまずやるのがやっぱキラーコンテンツを作るってことですよ。あのー、確か十数年前、ローソンにはキラーコンテンツがあったし、それを巧みにやっていたのが多分当時の経営者だと思うんですよね。 あのこの金のロールみたいな形でね、えー、僕は甘いもんはも食べないんですけども、まあ、そういうのをやっていた記憶があります。まあ、そういった意味では、今のローソンでじゃ何が強みなのって聞かれると、皆さん答えられないと思うんですよね。これを作っていかないと、やっぱりそのチャレンジャーなのでね、えー、ナンバーワンには勝てないですよね。例えば僕が、えー、高橋ダンさんに勝とうと思ったら、別に勝とうと思ってないですし、その例えばの話なんですけども、これキラーコンテンツがなければ勝てないということになるんですよ。別にあれ、ね、あれでもいいですよ。あの お金のの大学亮さ,、まあ、さ,ししさんに勝とうと思ったらどのくらいの開きがあるんだろうまあ100万人くらいの <laughs> 100万人の開きがをね、まあ、埋めようと思ったら相当の基ンコンテンツを用意してねもうまあ何でもお金といったら神岡ぐらいのなんかこの鋭い このものを持っていないと、やっぱ勝てないわけなんですよね。で今のローソンにそれがあるかっていうのはない。作っていかないといけないですよね。まあ僕にね、経営者ぜひちょっとこうね、えー、お迎えに来ていただきたいなと思っているんですけども、まあやっても、やるかもしれないです。本当にお迎えに来たらね <laughs>。まあ1億円というところで年俸お願いします。で、5年チャートで見るとね。 まあ5年チャートで見てもずっとロスン下がってるので、まあ果てしなくね、えー、まあ沼に入ってますよね。まあこのままね、ズブズブ行ってしまうのかどうかっていう、これもセットギアなので、まあ経営者がね、あのー、ダメなんだったら変えるしかない。あの、これはね、もうしょうがないですよ。あの、リーダーが全てなので、うちだってそうなのでね。 えーまあ、そういった形も判断もやむなしかなとは思っております。で、次はね、えー、気になる決算ですね、お届けしていきたいなと思っております。ちなみにこの番組のね、編成も、ちょっとね、ビジネス要素と、要素であったりとか、金融要素を高めたんですね。ただ普通に銘柄だけ紹介してる決算に合わせてね、えー、なので面白くないですし、僕自身がなんかこう、ちょっとなんかあの、モチベーションが上がらないので、よりちょっとビジネス系それから、えー、金融目線をちょっと加えて話していこうと思ってますので、よろしくお願いします。で、次は川崎汽船ですね、 ですね、こちら海運の大手ですね。まあ皆さんご存知のようにですね。やっぱ鉄鋼とかね、ラ、え、積、ー、み線とか、まあ、自動車運搬がね、復、えー、調にあって、今期形状1.2.2倍の情報修正ということで、まあ、結構いい、えー、決算内容なんじゃないかなということでご紹介しました。あとね、川崎汽船はね、結構、商船三井とか、あの日本郵船とかね、えー、ありますが、結構一番なんて言いますかね、こういったまあ運搬の、新しい運搬の仕方みたいなことの研究開発に力を入れる。 ことが多いんですよね例えば、まあ、水素を運搬するとかね、今だったら、カーボンですよね、えー、脱炭素のためのそういった船を開発するとかね、結構こういうことをまあ日本で初とか、まあ,あのどん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 ね、先進的なことをチャレンジする会社でもあります。まあ、そういった意味ではね、ここがキラーコンテンツっていうことになってますよね。まあ、B2C って言ってね、消費者向けじゃないので、そんな目立ってはいないですけども、まあ、そういったところもね評価に値するんじゃないかなってことで、まあ、ずっとまあ、まあ、 赤字黒字、赤字黒字みたいなね、まあ、苦しんでましたが、まあ、あのー、景気敏感株などね、ね、えー、これは景気敏感株ってセクターになります。そういった意味ではね、えー、まあ、循環するわけですよ。こういった形でね。で今その循環期にあるんであれば、まあ、面白いかなということで、まあ、これは前回の動画で紹介しますので、まあ、置いときますが、まあ、循環の、まあ、フェーズに入ってるんじゃないですか。それがどこまで続くかっていうのは、もうもちろんこれは神様しかわからないので、相場のね、えー、もしかしたらもう明日終わってしまう可能性もあるんですが、まあ、少なくとも、 あの、景気敏感株の今、その焦線形は、フェーズに、まあ、突入をして、まあ、しばらく経ってると。もう誰が見てもそういうふうに見えるので、あとはね、これが、じゃあ、どこまで続くのかな、ももう5年前のチャートも、とっくにと、とっくの当チなんでね、超、えー、えてきてるので、 えー、まあ、どこまで続かっていうのは、まあ、判断すべきところかなと思っております。で、続いてがね、インパクトホールディングス6067ですね。こちらも出たばかりの決算になってますが、まあ、電子、えー、看板などを中心にしたね、えー、店舗の促進をやっている会社ですね。で、覆面調査っていうのはどういうものかというと、まあ、僕なんか、ね、ミステリーショッパーってマーケティング用語でも言うんですけども、まあ、お客さんのふりしてね、本当はあの、調査員なのに行って、いろいろいちゃもんつけたりとかね、トイレを見たりとかして、後で、えー、実はね、お客さんじゃなかったスパイだった みたいな感じで、そのお店の店長のね、とかね、えー、綺麗かどうかとか、まあ GoS ですよね。整理整頓ができてるかっていうのをチェックするっていうのを覆面調査と言いますね。まあこれらのコンサルティングをやってるって会社で、まあ、今期形状63倍ってことで、これ結構ね、えー、大きいなぁと思って、もちろん多分 V 字回復だからだと思うんですけどね、前期は相当赤字だったとかね、えー、前前期は悪かったとか、まあそれで63倍だと思うんですが、まあ結構ね、インパクト高いんじゃないかなと、インパクトホールディングスだけにね、えー、思ってご紹介しました。まあ、こういったね、 店舗系のね、レポートとか、まあそういった、まあ、人事管理とかね、えー、まあそういった PR とか広告とかをお一点にやってる会社になります。で売上ね、ずっとここに来て伸びてますよね。まあコーナーによって、まあ相当店舗系もね、苦しいはずなので、まあもちろん19年はものすごく赤字になってますが、まあここに来てね、えー、63倍の回復っていうのはね、結構面白いんじゃないかなと思っております。それからね、チャートの方はね、 まあ一旦4 0まで上がった後、えー、2 0までね、えー、2倍、2分の1まで、2分の1戻しまで、えー、押された後、またちょっとここに来てね、復、えー、調の傾向がありますよね。まあ5連チャートで見てもね、えー、まだこういった形で、まあこの後はレンジですけども、まあこの後ね、えー、まああのー、 高値を切り上げていくと。そう判断できるんであればね、結構研究銘柄としては面白いんじゃないかなということでご紹介します。もちろんどうなるかわからないのでね、あとは皆さんの方で、まあしっかりとね、チャートであったりとか、えー、企業分析をしていただきたいなと思っております。はい。今日もこういった形でね、えー、注目株、注目銘柄をご紹介させていただきましたが、何しろね、黒田さんがあの、日銀法をね、もうずーっと引きつけて引きつけて、ここでね、まだなーみたいな、打つなーみたいな、こう冒頭で話しましたけども、ね、あの、やった上でここで、 一斉射撃をね、してきたので、相当外国人投資家はね、焦ったと思いますので、まあこれでね、どうなるか、まあどうなるかっていうとこなんですけどね、まあここは逆に楽しいですよね。動かない楽しくないので、動いてないうちはね、えー、何も変わらないのでね、今日も明日も同じ株、 なっったたね見る必要がいいのでで、えー、そういった意味では、ね、今が一番エキサイティングする時かもしれないですけどね、えー、もちろん儲かってる儲かってないいろいろあると思いますがまあ、儲かってなければその理由をちゃんと突き詰めて次同じ失敗をしないというのも結構大事なので、えー、それもね判断に入れていただきたいなと思っておりますそれでは今日は以上になります高速で GO!